皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。今日はですね、私がいつもいつも美肌のためにはお肌に入れておきましょうというあの成分が入った化粧品をご紹介したいと思っています。あの成分っていうのはビタミン A になります。ビタミン A というと一番有名なのは、シワ改善の時にもお話ししましたレチノールというものですよね。レチノールっていうのは表皮のヒアルロン酸だったりを酸性を促してくれて、それで水分アップさせて内側からふっくらさせてそのシワを改善させるというものなんですが、ただレチノールはですね、先ほど言った表皮のヒアルロン酸をアップするだけではなくて皮膚のターンオーバーを促してくれるということもあるんですね。なのでちょっとそのターンオーバーが早くなるっていうとですね、ちょっと皮むけをしたりとか、あとはレチノールの濃度が濃くなればなるほどちょっとレチノール反応といってお肌にね赤みが出る場合もあるんですよ。なのでちょっとハイリスク、ハイリターンじゃないですけれども、すごくシワ改善とも効能もきちんと認められているんですが、合わない人にはちょっと合わなかったりとかしてしまうんですね。なので毎日のお手入れはやっぱ部分使いをしたりとかっていうことになるんですが、でもできればシワというよりはお顔全体に水分量をアップさせて、ツヤ玉と呼ばれるようなね、この辺にこうプルッとしたなんかツヤが出るようなお肌になるっていうのは私たち目標じゃないですか。その時には実はレチノールっていうのは攻めのビタミン A なんですが、実は守りのビタミン A っていうのもあって、でその守りのビタミン A っていうのはレチノールよりはその攻めてはいないんだけれども、肌にのせておくことで徐々に長時間かけてそのじわじわっと効いていって、先ほどのレチノールと同じように表皮のヒアルロン酸酸性もアップするんだけれども、それがちょっと時間がかかるんですね。なのでレチノールみたいにシワ改善というふうには言えないんですけれども、毎日の日々のスキンケアにそこを使っておくことによって徐々に肌の張り感だったりツヤ感がアップするよっていうもの、プラス紫外線が当たった時にですね、やっぱり紫外線が当たって肌が酸化してしまってコラーゲンとかエラシンが切れてしまったり、あとはメラニンができてしまう時にやっぱり活性酸素というものが発生するので、活性酸素の働きを抑えるのもこの守りのビタミン A というのをしてくれるんですね。じゃあこの守りのビタミン A どういうものがあるかというと、酢酸レチノールとかパルミチン酸レチノールと呼ばれるものになります。今回はパルミチン酸レチノールが配合のもので、薬局ドラッグストアで買えるものを3つご紹介したいと思います。守りのビタミン A が入っている、ドラコスですね。まず1つ目はこちらです。資生堂アクアレーベルバウンシングケアクリームになります。アクアレーベルといえば、私プチプラの化粧水とかでもご紹介していると思うんですが、このクリームにはですね、もちろんパルミチン酸レチノール入っています。こちらにはですね、保湿肌滑らか成分というふうに書いてありますが、先ほどお話ししたようにパルミチン酸レチノールっていうのはそれを日々使うことでね、肌の張り感だったりとかツヤ感を出してくれるもの、プラスこれにはですねトラネキサム酸も入っていますので、日中の紫外線が当たった時にシミとかを防止するようなものも入ってますね。であとは資生堂さん独自の基底層をしっかりと守ってくれてバリア機能を高めてくれるようなアミノ酸も入っているので、このアクアレーベルはやっぱりこれからの時期ですね、やっぱりこう紫外線もちょっと強くなってくるような時には、実はこっくりタイプではあるんですけれども使っていただけるととてもいいのかなと思って、あとツヤっぽいお肌にしたい時にはこのパルミチン酸レチノールがしっかり入っていますので、使いやすい、そして薬局でもね買いやすいのでとてもいいんじゃないかなと思ってこちらのクリーム選んでみました。続いてはこちらです。ザ・レチノタイムリンクルローションモイストになります。ザ・レチノタイムっていうのは実は松清さんのオリジナルの化粧品になるんですよ。なんか最近ね、松清さんやっぱこういう化粧水だったりクレンジングだったり、あとはこの前行ってみたら今回のものとは違うんですけれども、ヘパリン類似物質が入ったその PB オリジナルのものもあって、いや最近こういう化粧品とかにすごく力を入れてらっしゃるんだなと思いました。話を戻すとですね、これ私今日化粧水を買ってきたんですが、美容液だったり乳液だったりっていう、あとクリームもあったかな、もう全種類ラインで揃ってるんですね。実はシワ改善のナイアシンアミノがメイン成分なんですが、私が今回お伝えしたかったのはナイアシンアミノだけじゃなくて、これにはですね、レチノールパルミチン酸エステルといって、要はパルミチン酸レチノールと同じなんですが、
それプラスツボクサエキスが入っているレチノ CPX という、まあ、レチノタイムに入っているだけに入っている、まあ、複合成分が入ってるんですね。私がやっぱりいいなと思ったのはこのパルミチン酸レチノールがしっかり入っているっていうことになります。全成分を見てもですね、一番最初がお水とかグリセリンなんですが、4番目かなにレチノールパルミチン酸エステル、まあ、要はパルミチン酸レチノールが入っているので、結構高濃度に入ってるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりその視聴者さんの中にはクリームあんまり好きじゃなくって、化粧水とかでしっかり入れたいよっていう人もいるし、あとラインで使いたいっていう方もいるので、そういった意味ではこちらは化粧水もあるし、あとは美容液乳液ってラインで使うことができるので、プラス、ね、薬局の松清さんで買えるのはとてもいいなと思いました。あとは L アスコルビンマグネシウムって言ってビタミン C も入ってるんですね。できればビタミン C も、まあ、朝使っていただきたいし、守りのビタミン A であるパルミチン酸レチノールも朝使ってもらいたいっていうものがダブルで入っているので、これからの時期の朝 の, スキンケアにはもってこいなんじゃないかなと思って、こちらの方選ばせていただきました。最後はこちらになります。肌美声リンクルケア濃密潤い美容液になります。こちらはですね、まあ、乾燥小じわをっていう風に書いてあるので、深いシワじゃなくて乾燥小じわなので、それのための保湿成分コラーゲンとかヒアルロン酸とか植物性のプラセンタ、あとはセラミドなんかも入っているので、乾燥もすごいよっていう人にもいいかなと思うんですが、プラスアルファ先ほどだからずっと言っているパルミチン酸レチノールっていうのも入ってるんですね。美容液なので結構濃厚なタイプになります。実はこれすっごくねお安かったっていうのと、質感がねちょっととろっとしているので、ほうれい線とかあと目元とかそういったところにもしっかりと乾燥も対策しながら、私の大好きなパルミチン酸レチノールですね、守りのレチノールも入れていけるんじゃないかなと思って、こちらの方をセレクトしてみました。実はねパルミチン酸レチノールが入った化粧品たくさん紹介してくださいっていうご意見もいっぱいあったんですね。で、私自身はちょっとお高めになって、あとクリニックとかでしかなかなか買えないエンビロンという化粧品をパルミチン酸レチノールだったりは使っているんですけれども、結構昔はパルミチン酸レチノールが入ってるのはなかなかそのエンビロンさんだったりぐらいしかなかったんですが、最近はですねいろんなメーカーさんからパルミチン酸レチノールが入っているようなものいっぱい出てきています。プルッとしたお肌を作るお助けの成分だっていうことを頭に入れておいて商品を選んでいただければいいかなと思いますし、今日ご紹介したやつは薬局で基本的に買えるものばかりなので、ぜひ近くの薬局を探してみてください。いかがでしたか。このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。そしてこういったものを取り上げてほしいよということがあれば、ぜひぜひコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。